の会議確保係。私、はい、パワースポットっていうところが結構あるので、うん、自分の中のパワースポットっていうところがありまして、うん、一つは都庁なんですよ。なんで歩いてなんか知んないけど都庁でよくこう家で行き詰まっちゃったりとか、うん、切なくなっちゃったりとかすると、うん、自転車行為でしかも夜なんですね、うん、都庁に行くとなんかすごくホッとするんですね、うん、あのほらだって都庁とか行ったことあります？あるある、行ったことある。上のあのすごい人間が作ったわけですよ、うん、あの人だよね、黒川紀章政権でしょ。そうで、いろんな工事入って人が作って、私も人間でしょ、うん、なんか同じ人間だから頑張ろうとかって思うのと、うん、なんかあれなの、走ってると、自転車で走ってるといつだったか走った時にあれなの、あれこれ話さなかったっけ、あなたたちに、うん、都庁自転車で走ってましたらね、自分の中からからね光がねブワーって出てきたの。嘘。違う、ほんとこっから光のなんていうのか、こうあーみたいな。何、そこでオーラを落としたの、なくしたの。出てきてまだ漕いでたら風でなんかね、積もり積もった赤みたいなのがバラ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 ってこう自分なんか脱皮ですか、うわーって脱皮できて、うん、あらーみたいな、生まれたてみたいな感じで、すごくエクスタシーを感じてしまったの。マジで、え、これ本当なの？いつの話？違うよ、危ないものとかじゃないよ。変なことやったか、違う、ちょっと自転車で感じたかどっちかな。風で、あーってやつ、風で投げるよ、さっきから、サドルに当てて感じたのよ。それから、あら、風が口に入れた。それ、あ、確かに、それで、都庁がパワースポットになり、うん、ちょっとなんか落ち込んだりすること、自転車こいでって言ったの、うんうんうん、それでなんか、そう、それでなんか、もう体得できちゃったみたいなの、そういうのも、うん、自分を変えるみたいな、できるっていう。で、いつだったか、うん、皇居に行ったの、自転車こいで夜、うんうん、あの結構時間かかるんだけど、キリキリ漕いでいたら、今度はあっちにこうなんかこう皇居あるじゃないですか、うん、お堀があって、うん、皇居のこっちの方からフルフルって大丈夫フルフルって来て、今度は違うよ、クルルって来て私の中に落ちてきたの。そしたらなんか冷蔵あの洗濯機の脱水みたくブルブルってなって、またフワーって飛んで今日大丈夫できて、あ、皇居ってパワースポットなんだって思ったの、うん、それまだあって、うん、この間自転車をまた漕いでいて、うん、あの後海さんがお亡くなりになられたマンションが、うん、亡くなったの、亡くなりました、亡くなったの、そう、舞台やってる時に亡くなったんだっけ、マネージャーさん言ったら亡くなってたみたいな、それで亡くなったマンションがあるんですね、タワーマンションが、うん、そこ自転車漕いでましたらね、あとね、後海さんがいたの、上からね降りてきたの。嘘でしょ。それがね、私の中に入ってきたんですよ。うん。だから私思ったの、今後後海さんみたいに役者さんになるんだって思う。じゃあ食べ歩きの中やってなかったっけ、番組。やってた、やってた。なんとか散歩みたいな。あれ入った仕事。私すごい人になる。じゃあ今入ってんじゃない、後海さん。今後海さんが入った。だから今日なんかテンション違うもん。そう、どう、話に落ちがなくて。でもあれ、あの、あれ、あれ的には、性的にはどっち？今、男は好き、女は好き、男子よ。あ、じゃあまだ、まだ東海さんが閉まってないな。言いたいのは、うん、別に、うん、なんだっけ、有名なとこ、神社、なんとか、うん、明治神宮とか、明治神宮とか、そういうところもいいんだけれど、うん、自分の中のパワースポットを近所に作ったら、皆さんいかがかしらってことを。じゃあ、そのパワースポットに行ったら、ピューって、シュルルあのね、分かったんだけど、坂本ちゃんのそのパワースポット体験は素晴らしいんだと思うんだけど、なんせ雪像界の降りてきての入ってきたとか。え、だって、いや、あれは感覚の問題ですよ。まあね、あ、でも自転車の振動でつける感じのスイッチが入っちゃって、そうだよ、エクスタシー。でもやりてやりて、今のパワースポットの話じゃなくてエクスタシーの話。そうじゃん、エクスタシースポットの話。